6番目の言葉です。敗北宣言ではなく、完了を宣言した。イエスは水分動士を受けると、完了したとおっしゃったのです。何が完了したのでありましょう。この100人隊長はすべてのことを理解していなかったと思いますが、しかしこのような言葉を聞いたことがありません。完了した。何が完了したのでありましょう。皆さん、ここに。 手がそれを出刃包丁でダーンとつけばこの人の手が出刃包丁によって裂かれますね刺されますね血が流れますね清い神という方の前にもし私たち一人一人が立ったならばこれは正しい方の前に私たちの姿が描き出されますねちょうど白い紙の上に 白いものをふっと置いてどちらの白が白いか白いと思ってみても真っ白の純白の中に入ったならばその白ですら色に濁りがあるぞと気づくように神という方の前にもし私たちが一人一人出たならばこの神を前にして自分は真面目に生きてきた清いものだしっかりやってきたそれは間違いのないことしかし 神とつながってなかった、神と切れていた、神との関係を無視していた、脱線していた、的を外していたが故に、このようなこと、あのようなことを考え、行ってきたというのが私たちの姿ではないでしょうか集会ではこのように罪、人間の心の罪についてお話をさせていただきます。耳障りな言葉ですね、罪。 好きですか嫌いです響きがよくありません罪ひっくり返すとこれはもうダジャレの世界でございますね甘いものはみんな好きなんですよ甘いものはね甘いなってこれは美味しいなってみんな惹かれていきますよしかしあなたは大切なものを失ってるよ その大切なものを失って人生を生きていくとその最後に私たちがどうしても迎えなくてはならないものがあるおぎゃーっと生まれれば必ず最後には迎えなくてはならないものがありますそれは3はい死です死でございましょうなんだか今日のメッセンジャーはニコニコしながらおっかない話してるなって皆さん ニコニコしながら怖い話ができるのはなぜでしょう解決があるからですよ解決が折しもお盆でございましょう私のふるさともねこの時期はみんな仕事を休んでいろいろな行事に参りますよそうはいながらねお迎えしながら送り盆ってのをするんでしょう お迎えすするんですけれども、さよならってすするんですよね。なかなか難しいもんだなと思います深く理解していくと皆さん私たちあれですか葬儀に行った後に小さな塩の包みを受け取って塩をまくんですかそれ死というものを清めたい遠ざけたいそのようなことではないでしょうか葬儀に行きました時関西この地区では清め塩というのを配ります 関東は配りますが関西はいかがですか配ります同じですね死というものが汚れたものだと取るからです私の愛する人が亡くなったとしてもやはり清めじしようというのが配られるわけですそのような葬儀においては私は死というものをそのように理解しておりませんむしろこのように考えていますおぎゃーと思われた瞬間神の許しのもとに新しい人生が始まりその方が神の導きのうちに生きてゆき 神と結びつきながら神と共につながって一生を生きていくとき人がなんと評価しようと神がこの方の誕生を許しこの方の人生を導きそしてこの地上の最後の瞬間を迎えたときによくやったね忠実なしもべだ今からは天の御国でゆっくりと私のもとで過ごしなさいこれが聖書の言っている死です肉体から魂が分かれてること これが聖書に書にいてある詩です何か汚らしいものとんでもありません私はそのように読んでおりません聖書はそのように言っていないのですあなたがおぎゃーと生まれさまざまな人生を経て今日を迎えていることでありましょうそのあなたが神という方とつながっている時その人生の最後の時ですらよくやったね忠実なしもべだと言って 天の御国に挙げられるその瞬間こそ死なのですこれニコニコして語ってもいいでしょうこれならばちょうどね永遠の国天の御国に入っていく玄関ですよ。玄関から入らなくちゃ建物には入れませんでしょこの死とは天の御国への入り口玄関に過ぎないと私は思うのです そしてその玄関へと正しく導こうとされるのが神でありそしてこのキリストこそ神とあなたを結びつけてくれる唯一の仲介者、中保者であると聖書は書いているんですその橋を架ける仕事が終わったよ、完了しましたそれがこの赤い部分 完了したというんですもしこの手がつながっていなければ私たちはどうなるんですか私たちの死はどのような死になるんでしょうどこへ行ってしまうんですか答えが見つかりません。そのような死になってしまうのです。大変残念なことです。聖書には死の向こう側にある永遠の天の御国が書かれています。若い皆さん いやいやまだまだ先のことここから先は僕には関係ないなそう思うか分かりませんねそしてご年配の皆さん方にとってはもう隣にいるわしがこういうことだってあるかしれませんよ私は今年齢が54歳になりました出会いの瞬間よりも別れの瞬間が多くなってまいりました親しい友人たちも中にはもう早々と別の世界へ行った者たちがおりますね そして私が接した多くの方たちが次々と別の世界へと旅立っていっています。もう死というのはすぐそばにあるものだというふうに思っています。皆さんはどうお感じになっていますか完了した。キリストが言ったこの完了したという言葉は天の御国と神とあなたがつながるこの架け橋が今完成したぞということです。言い換えれば あなたが神の前に持っている負債の全てが完済しました。払い切りました。これで完了です。って言ったとしたら、このキリストの言葉は敗北ですか勝利ですかどうぞ勝利です。勝利ですよ、皆さん。